毎度おなじみ、武田ロックチャンネルになりたいんですけどね。はい、というわけで、今回はですね、あのギターのことをレビューします。まあこの動画を撮ってる日にですね、ちょうどあの記事の方、あの KT ドクイヤープラスにも記事を書きまして、あのそれに関してもですね、まあいろいろ書いたんですけども、以前、まあ、2015年製の、東海の HST-GP ということで紹介させてもらったんですけども、まあ、あの一応東海の方にですね、あの候補にですね、あのシリアルナンバーをですね、あのお伝えして、まあ、中古で購入したものですけども、あのパーツなどについて、年式とかパーツなどについて教えてもらえませんかという、ちょっとあの中古購入した割にちょっとあのこういうメールしていいんかなっていうような感じなんですけど、まあ教えてくれました、ありがとうございます。あの東海の候補 の方、それからまああのするとですね、スペックはどうやら2012年に製造されたモデルらしいです。まあ当時の定価とか、まあそういうのは聞かなかったんですけども、まああのぶっちゃけその2012年に製造されたものだと、つまり今から8年前に製造されたモデルということになりますね。あのそのメールでですね、教えてもらったあのスペックに関してはですね、まあ、こちらにちょっとアンチョコがあるんですけども、はい、ボディは、アッシュ、まあこれはもう楽屋に記載されてる通りですね。ネックもメープル材で、指板材はなんとですね、あのマダガスカルローズウッドでして、あのまあ、ちょっと高級なローズウッド使ってるなっていうのがありました。そしてあの PU はピックアップはですね、あのフレットスチュアートじゃないみたいですね。それはそうかなと。いや、あのね、これおかしいなと思ったんですよ。これはですね、あの YouTube にあのこのモデルを検索してやった時に上がってきた名前やったんで、まあ一本一本なんか特注モデルみたいな、仕様異なるみたいなんですけども、まあオリジナル HST というモデルらしいです。オリジナル HST っていうから、まあ、東海オリジナルのピックアップやと思うんですけども、まあ結構いいピックアップやと思います。そして、塗装は予想通りのラッカーでしたね。まあ極薄ラッカー塗装、まあ、シースルーのラッカー塗装で結構綺麗なので、まあ、そんな感じかなという感じでした。まあ実はですね、これピックガードにですね、まだビニール貼られてたんですよ。これよく見てたら。で、まあ外したんですけども、まあ、このノブとかの中に残るんで、こう、ノブをちょっと一遍外したりとかして、ビニールがこう、残ってしまったところとかも、ビスちょっと緩めて、こう、パッて外したりとかして、やったんですけども、まあ、新古品に近いコンディションじゃないかなと思いまして、まあ、実際ほとんどなんか、まあ、使われてはいないってことはないんですけども、本当にもうなんか、かなりコンディションのいいモデルでして、まあこういう感じなんですけども、まあ、ボディもですね、まあ、いい目がこう入ってまして、まあアッシュのワンピースやなっていうのなんでわかるかといったら、継ぎ目がないんですよね、このセンター部分に。ここに継ぎ目とかあったら、まあ、2ピースとかなんですけども、まあ、そんなのもちょっと見つからないので、おそらくワンピースだと。そしてもう一つのポイントは、やはりマダガスカルローズウッド。これ日本ハカランダなんか言われてますけども、まあ、ブラジリアンローズウッドがそのハカランダなんですけども、まあそれほどにはないんですよ。結構高級なんですよ、このマダガスカルって。だからまあ、ちょっと色が赤っぽいっていうか、まあ赤茶っていうか、まあちょっと明るめの茶色っぽいでしょ。これが一応特徴になってて、最近購入したですね、ポール・リド・スミスもですね、どうかな、まあ、これもローズウッドとしか書いてないんで、まあ、ひょっとしたらこっちはインディアンかなとなんか思ってるんですけど、まあ、普通はインディアンローズウッドが多いですね。まあ、やっぱり結構ちょっとこういうところがそそりますね。またね、ネックの木目がいい取り方してるんですよ。こうまっすぐいってるでしょ。これって結局材をこう反らない、反りにくい目の取り方してるんですよ。こう縦にこう、ね、行ってるんで、割とこう贅沢なワンピースの使い方してるなっていうのがあります。実は懸念やったトレモノアームも、まあ、こうやってフローティングさせたんですよね、セッティングで。するとここでちょうど止まるんですよ、このトーンとトーンの間ぐらい。
すると動かしてこう取れ物をこうカーンとやった後にキュッとこう戻るっていうね、ちょうどいい塩梅の位置なんで、まあこれはまあフローティング前提で作ってんなーっていうのがありまして、まあぶっちゃけストレート系はねダウンでやってた方がまあ弦切れてもこうチューニング狂えへんのでそれにしてたんですけども、まあこのギターに関してはしばらくもフローティングしてでやってみようかと、もう弦切れたらもうその時はもうそこでジエンドっていうあれなんですけども、まあそんな感じでいい感じやなと、まあ、結構気に入って使ってます。まあ、これが中古で6万円って、ね、ありえない価格です、ね。まあ、自分の中ではかなり高級なギターと気に比肩するような感じですかね。このヘッドの部分にですねゴールドスターサウンドって書いてるんですよね。でこのゴールドスターっていうのは、50年代から60年代 の、 ストラットキャスターのこのスモールヘッドの、まあ、スモールヘッドってこういうヘッドの形状をしてるやつのことで、まあ、これが50年代から60年代のストラットキャスターの特徴なんですよ。でも割とクラシックなというか、まあ、ヴィンテージ の、 ストラットをイメージして作られたモデルのようです。よく言う東海のシルバースターっていう、まあ、80年代とか70年代ジャパンヴィンテージ、まあ、80年代ですね、80年代長頃からシルバースターとかゴールドスターって名前付けられたらしいので、ジャパンヴィンテージのものに関してはラージヘッド、そうつまり70年代のストラットキャスターを模したモデルらしいです。東海 の、 そっちの方はね。でゴールドスターがその豪華60年代の割とこのクラシックな、まあオールドなスタイルのパーツ使ってますね。まあ例えばここのプレスのサドルとか6点指示のね、トレモのユニットの、6点指示とか、この辺はですね、割とこう古いタイプの、スタートキャスターを意識しているという感じがします。まあぶっちゃけ、トーン系とかもですね、そのブレンダーもクソもついてなかったですね。ブレンダー全くなくて、まあ普通のストラート通り1ボリューム2トーンで、これがフロント、こっちがセンターのトーンです。そして、リアは完全スルーですね。これは昔のプラスチックなどのストラトキャスターのタイプの特徴なんですよ。それともう一つは、ペグがクルーソになってますね。でしかもポストにこう差し込むタイプになってまして、これは古い50年代とか60年代のストラトキャスターってこういう感じのクルーソンペグ使ってました、まあ、っていうのも踏襲してます。普通に考えて、高級な素材で作られた、ヴィンテージ意識したゴールドスターっていうような感じになってますね、このギターは。まあ、つまり、割と材を高級にして極薄ラッカー塗装している、まあ、5から6、まあ、60年代仕様ですね、これ。60年代仕様で、まあ、22フレットには21じゃなくて22にはなってるんですけども、まあ、フェンダーで言うたらそのヴィンテージシリーズとかそういうのをイメージしてるタイプのギターだと思います。はい、では例によってまあセッティング例をちょっとやっていきます。まあ、このようにですね、ブルースドライバーとマクスの D&S、 これはブルースドライバーはブースターとして機能します。D&S はクリーンチャンネルを歪ませる時のもので、割とこのフタウトを出す時にこれをやります。はい、次です。アンプはボックス AC15C1 ですね。まあトーン関係のみとりあえず写しておきます。まあこんな感じですね。トーンに至ってはだいたいまあほぼセンター、若干トレブルだけ上げて、ベースが若干下がってる。でも、ボリュームに関しては、歪ませるにはこんなぐらいで、まあ、だいたい、そうですね、8時か9時方向ぐらい、マスターボリュームの方に関しては、で、トーンカットは、まあ、若干上げ目にしてます。We'll be right back.
係がいいんですよね。まあ僕この基本的にこのセンター中心にまあやってます。リエが結構カリンカリンになるんで、今フロントちょっと弾いてみたんですけど、まあフロントはちょっとブースター付きなんで、まあちょっと太めに出るというか、まあ、ブルースドライバーブースターにちょっとしてるんですけども、なんで割とフロントの方がこういう感じで弾くときに使えるかなと。で、やっぱり基本はセンターにしてますね。ハーフトーンはですね、いやあんまり使ってないんですよ。ジャギーとかジャリーンとか結構するんですけどね、ちょっとノーマルに、はい、ノーマルチャンネルでちょっと綺麗なの弾いてみます。綺麗っていうか、まあクリーントーンね。カッティングいい感じですね。アルペジオ。こんな感じで、まあ、結構綺麗な音が出ます。で、ファズ使う、ファズっていうか、まあ、ディアンです。ちょっと踏んでみますね。We'll be right back.
ス入れるとね、かなりちょっと太い音が出るので、まあ、結構使いやすいかなと。まあ、普通のですね、ディストーションとか、相性悪かったりしますよね、場合によっては。なんで、自分的にはですね、僕的にはですね、このマクソンの D&S と、ボックスのノーマルチャンネルの組み合わせが意外といけてるんで、これで結構弾くこと最近多いですね。まあ、ブースターをね、ブルースドライバーにしたら結構ね、鋭い、感じの持ち上げ方してくれるんで、今、ストラトのブースターはちょっとブルースドライバーとか SD-1 いろいろ入れ替えたりしてるんですけども、色が青いんで、青系統で統一とかね、かっこ笑うなんですけども、まあ、黄色い方はポール・リード・スミスの方に使ったりとか、してるんで、で、クランチとかはボックスの、まあ、トップブーストチャンネルを今みたいに使用してるんですけども、基本的にはこんな感じで、東海を運用してます。まあ、結構いいトーンだと思いますね、このギター。はい。まあ、いかがだったでしょうか。まあ、フェンダーのストラトとまた違うとは思うんですけども、まあ、基本的にフェンダー系のストラトキャスターは、まあ、今までよく使ってたんですけども、まあ、特にメイプルでアルダー材っていうのが多かったんですけども、今回初めてアッシュでローズシバンっていう、まあ、ストラト系のギターを、まあ、東海のゴールドスターと呼ばれているものを試してみた、まあ、購入してみたんですけども、やっぱり全然特性が違うんですよね。で、山で使ってきたストラトキャスターにと比較してですね、音抜けが段違いですね。まあ、一番抜けてるかと。次に57ヴィンテージの、アメリカンヴィンテージのストラトキャスターの音抜けが良かった。まあ、これは配線ベルデンにして、まあ、コンデンサン関係をちょっとオレンジドロップに交換されたものなので、まあ、サーキット関係が結構、まあ、内線関係が、まあ、見直されてたんで、まあ、音抜け良かったっていうのもあったんですけど、これはちょっと段違いですね。東海の HST-GP に関しては、まあ、一本一本仕様が異なるみたいですけど、僕の仕様は、そのオリジナル HST とかいうピックアップらしいんですけども、まあ、かなり音抜けがいいというような印象を受けました。だからクリーンからクランチとか割とちょっとヴィンテージっぽいような鳴り方してまして、でファズを踏んだりするとね、まあ、ファズっていうか、まあ、ディストーション、まあ、D&S なんですけど踏んだりすると割と太い音で歪んでくれたりするんですよ。これが結構今のところお気に入りかなと。で、まあ、ボックスのクランチがまだめちゃくちゃ相性がいいんで、まあ、これにつきますね。もうこのために買ったような感じです。なのでボックス AC15 との相性はバッチリなんですよね。まあ、AC30 とか使ってる人にも、まあ、いいんじゃないかなと。マッチレスとか、あとバッドキャットとかにもすごく合うギターじゃないかなと。対照的にマーシャルはね、思想の時にマーシャル一回使ったんですけども、若干ボックスの方が相性いいかなって思いましたね。まあ、セッティング次第だと思うんですけども、まあ、そこら辺は一遍試してみないとどうともいけないので、まあ、ここはまあ、また今度、スタジオなり行った時に、試してみたいなっていう気持ちはあるんですけどね。まあ、今ちょっとスタジオもね、休業してるところが多いし、まあ、不要不急の外出がなかなかできないということで、まあ、今回はジャパンヴィンテージの後継モデル、まあ、最近作られたこのモデルなんですけども、2012年製 HST-GP ですね。今までジャパンヴィンテージってのはヤマハの SG-1000 しか使ったことなかったんですけども、まあ、それの光景がこれだけ素晴らしいということなので、ぜひ皆さんもね、東海のストラトなりね、見つけたら、まあ、一本いかがでしょうか。というわけで今回の武田ロックチャンネル、東海 HST-GP のレビューでした。チャンネル登録お願いします。